はい、こんにちは。社会の授業を始めます。今日はね、強度を開くということでちょっとね、難しい言い方ですが、要するにね、今日は用水路とか干拓とかね、そういうことについてやっていきたいと思います。用水路っていうのはね、まあ水路ですね、水を運ぶところですね。で、よくね、まあ受験とかに出てくるので有名な、まあ、愛知県のね、三用水っていうのがありますね。愛知県知ってますか？名古屋とかあるところですね、愛知県、ね、この明治用水、愛知用水、豊川用水、この3つね、三用水って言われます。これによく出てきます。しっかりね、覚えてください、ね、名前はもちろんなんですが、一体ね、どこからどこに水を引いてるか、これもね、もちろん知っておいてくださいね。明治用水は、これ矢作川という、矢作川の水を岡崎平野に引いてます、ね、明治用水は矢作川と岡崎平野って覚えてくださいね。いいですか。で、安城市っていう市があるんですが、安城市付近は日本のデンマークと呼ばれていました、ね、要するに水を引いたおかげで、ね、農業が盛んになったんですね。そういうふうになりました。次、愛知用水。愛知用水は木曽川の水を知多半島、知多半島って呼ぶ、知多半島に引きます。愛知用水は木曽川、知多半島って覚えてくださいね。いいですか。で、名古屋市周辺の飲み水とか工業用水、田畑に利用されていますね。いいですか。で、豊川用水。豊川用水は豊川の水を渥美半島と呼びます。渥美半島に引いていますね。いいでしょう。これは覚えやすいかもしれないですね。豊川っていう川のね、水を渥美半島に引いてるのね。なのでこれね、三用水、名前ももちろんですが、どこの川からどこに向かって引いてるのかっていうのもね、しっかり覚えてください。いいですかね。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。はい、次はね、他の用水路です。香川県、知ってますか？四国ですね。香川県には香川用水っていうのがあります、ね、これ分かりやすいですね。香川であるから香川です。これは吉野川の水を讃岐平野に引きます、ね、吉野川っていう川があるんですね。それを讃岐平野、ね、よく讃岐うどんって聞いたことあると思いますが、ね、美味しいうどんですね。讃岐うどんっていうのはね、この讃岐平野のこの讃岐っていう地名から取られています。いいですか、ね、これが香川用水です。香川用水は吉野川で讃岐平野って覚えてください。いいですか。で、あとね、まあ、関東地方、ね、関東地方というのは東京とかね、千葉とか神奈川とかね、その辺ですね。はこれね、両層用水とか大利根用水っていうのがあります。利根川っていう川、大きい川があるんですね。利根川の水を九十九里平野南部に引いたりとか、九十九里平野北部に引いたり、ね、そういう用水もあります。いいでしょう。まあ、他にもね、いっぱいあるんですが、ね、まあ、よくね、有名なところではこれぐらいなので、しっかりね、覚えるようにしてください。ですか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、干拓です。干拓、聞いたことある人もいるかと思います。どういう意味かっていうと、遠浅の海、遠浅の海って分かりますかね。ずっとしばらく海岸からね、砂浜のところからしばらくずっと沖に出てもずっと浅い状態ですね。遠浅の海や干潟っていうのはね、こうちょっとドロドロしてて、ねこう、なんていうのかな、こう、べちゃべちゃな田んぼみたいな感じですね。そういう干潟などを仕切って、水を取ったり干上がらせるなどして陸地にすることですね。要するに、海だったところをね、陸にすることを干拓と言います。いいですか、ね、で、干拓で有名なところも日本に何か所かあります。まずね、有明海の干拓、九州です、有明海。ね、有明海の干拓はね、昔から干拓が行われてきました。で、注意してほしいのがね、クリークって言葉、クリークと呼ばれる水路が網の目のように張り巡らされています、干拓地ね。干拓地の地面ができますね。土地ができたその下にね、クリークと呼ばれる水路が網の目のように張り巡らされています。で、近年ね、最近はね、これ難しい感じですが、諫早湾と言います。諫早湾で干拓が進められています。ね、しかし、ね、このせいで海苔が、ね、取れなくなったり、有明海の海苔が取れなくなったとかね、そういう報告が、ね、あったりして、ね、これこの、ね、干拓自体に反対している人も多いです。
こういう問題が諫早湾にはありますね。これもね、覚えておいてください。いいですか、ね、で次はね、瀬戸内海、知ってますか、瀬戸内海ね、の小島湾の干拓、岡山県ですね。小島湾もね、江戸時代から干拓されてきました。江戸時代っていうのはね、ずっとずっと昔のことですね。いいですか。で昭和時代、昭和っていうのはね、今平成の時代ですが、平成の一個前が昭和ですね。昭和時代に小島湖っていう湖が作られました。で湖っていうのであって真水なんですね。海水じゃなくて真水の小島湖っていう湖ができました。ね、これができたことで安心して米作りができるようになりましたね。お米とか作るのはね、海水じゃなくて普通の水じゃないとできないんでね、この小島湖ができたおかげで安心して米作りができるようになりました。いいですか、ね、こういう有明海の干拓とか小島湾の干拓、これね、よく出てくるのでしっかり覚えてください。いいですか。はい、じゃあね、次いきます。あとね、有名なとこね、八郎潟の干拓は秋田県です、ね、八郎潟っていうのはね、昔はね、日本で2番目に大きな湖でした、ね、でもね、こう、まあ、干拓したので湖としてはちっちゃくね、なくなってしまったんですね。で今の2番目今ね、日本で2番目に大きな湖っていうのは茨城県の霞ヶ浦です、ね、でちなみに日本で一番大きな湖は滋賀県の琵琶湖ですね。いいですか。はい、で1964年に干拓した土地に大潟村っていう村ができました、ね、八郎潟に湖を埋めた、ね、干拓して陸地になったので、ね、そこに大潟村っていう村ができました。でそこではね、大規模な農業が行われています、ね、まあ日本にしては大規模ということですね、まあ、海外に比べたらあれですけども、大規模な農業が行われています。で大体ね、今は半分が稲作、半分がそれ以外の作物を作っています。昔はね、ほとんど稲作ばっかりだったんですが、今はね、半分が稲作で半分がそれ以外になっています。いいですか、ね、干拓ね、八郎潟の干拓もよく出てきます。しっかりね、覚えてください。でね、次ここからは干拓じゃなくて和獣です。和獣っていう言葉もよく出てきます。覚えてください、ね、和獣、ね、木曽川、長良川、揖斐川の下流域、ね、要するに、まあ、中部地方ですね、愛知県の方ですね。これは土地がね、川よりも低いんですね。なのでちょっと雨が降ったらね、すぐ川の水が流れ込んできて洪水ばっかり起こるようなところだったので、それをね、防ぐために周りをね、高い堤防で囲んで洪水を防いできました。そういう土地をね、和獣と言います、ね、高い堤防で囲んでね、その中に堤防の中内側にね、まあ、集落を作ってきたんですね。これを和獣と言います。で和獣の中はね、水はけが悪い土地だったんですが、排水路などを作ってね、水はけの良い土地に改良しました、ね、そのおかげで野菜などがね、作られるようになりました。この和獣っていうのは木曽川、長良川、揖斐川の下流域なんだよっていうのをしっかりね、覚えてください。いいですか。で和獣っていうのは周りを高い堤防で囲んでね、洪水を防ぐような地域、ね、を言います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、これね、暗渠排水って呼びます。暗渠排水、暗渠排水はね、越後平野の信濃川の下流域になります。まあ、新潟県ですね、新潟県、ね、でね、もともとね、越後平野っていうのは水はけの悪い土地で湿原、水はけの悪いっていうのはね、まあ水がこう、水が溜まるんですね、溜まりやすくて、ね、なかなか乾かないんですね、湿原、田んぼが湿っているところですね。そんな状態だったので、なかなかね、作物が育たなかったんですが、地下にね、土管を通して余分な水を他に出す、これをね、暗渠排水って言います。することで、水はけの良い乾田、乾いた田んぼにね、変えることができました。乾いた田んぼというのは普通の田んぼですね、になりました。そのおかげでね、新潟県っていうのはね、まあ、コシヒカリとかで有名ですが、味の良いお米がたくさん作られるところになりました、ね、これがね、暗渠排水っていうことで土地をね、改良してやったっていう例です。で、次はね、流水脚度、これも難しいんですが、これはね、どこであったかというと富山平野、富山県ですね、富山平野、黒部川下流域です。
ここもね、もともと水持ちの悪い、水持ちが悪いっていうのはね、すぐにこう水を溜めてられないけど、水持ちの悪い田んぼだったんですが、粘土質の土を水に溶かして流し込む、これを流水脚土って言いますが、それによって水持ちの良い田んぼに変えました。それによってね、またいろんなね、お米とかが作れるようになりました。これがね、流水脚土でね、土地を改良した例になります。で、次ね、脚土、流水脚土と脚土よく似てますが、脚土はね、石狩平野、これ北海道ですね。で、ここはね、泥炭地っていうね、まあなんかこう、炭とか泥のね、こう、すごいこう、作物が育ちにくい土地だったんですね。それを暗渠排水と他から質の良い土を運び入れる、これを脚土って言いますが、それによって土地をね、改良して米作りとかね、盛んになるようになりました。他から質の良い土を運んでくるって脚土ね、そういうことをやってね、米作りが盛んになりましたね。そういう場所もあります。こういう意味でね、日本ではね、日本のいろんなところでね、昔の人とかがね、いろんな努力をしてね、お米とか野菜がいっぱい作れるようにね、したんですね。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。はい、じゃあね、ここから問題です。次の言葉の意味をそれぞれ記号で選びなさい。1番が脚土、2番が干拓、3番が暗渠排水、4番が和宿、それぞれね、あいうえどれだったかなってことですね。周りを高い堤防で囲んで洪水を防ぐ、 E が他から質の良い土を運び入れる、 U が海などをしきり干上がらせて陸地にする、 A は地下に土管を通して余分な水を他に流す。それぞれどれだったかなって選んでください。で、次2番目、有明海の干拓地にある水路を何と言いますか。これね、カタカナがありましたね。それを書いてください。いいでしょうか。ではね、これもね、一旦自分で映像止めてね、自分の力でやって、その後ね、続きを見るようにしてください。では地面、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあね、一緒にやっていきたいと思います。はい、まず脚土、脚土っていうのは、これはね、いいですね、いい、他から質の良い土を運び入れるね、いい。これに一回使ったら消していくとね、あの二重で選んだりとかしないでね、いいと思います。次、干拓、干拓っていうのはこれね、ウーですね、海などを仕切ることですね。はい、次、暗渠排水、暗渠排水っていうのは地下に土管を通す、これですね、 A になる。で、最後、和樹っていうのはこれは R ですね、周りを高い堤防で囲んで洪水を防ぐ、ね、こういうふうになります。いいでしょうか。次、2番、有明海の干拓地のある水路なんて言いますか。これカタカナでクリークです。クリーク、これで覚えてください、クリークね。どうですかね、これできましたかね。間違った人はね、またね、しっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい、じゃあね、次いきます。はい、じゃあね、今日はね、ここまでになります。3番、愛知県の三用水について、括弧に5個を書きなさい。これはね、自分で書くんですね。明治用水は矢作川の水をどこどこに引く、どこに引くんでしたかね。2番目、何々用水は何々川の水を知多半島に引く、知多半島に引いてる用水なんでしたかね。次、3番、何々用水は豊川の水を何々に引く、これね、豊川の水を使ってた何用水でしたかねっていうことです。これね、まあ、漢字で書けなくてもいいんでね、とりあえずね、書けるようにしてください。次、4番、次の地域で行われた土地の改良は何ですか。それぞれ記号で選びなさい。富山平野、石狩平野、木曽川流下流域、越後平野、それぞれね、和獣だったか暗渠排水だったか、流水脚土だったか脚土だったかね、これね、4番は記号で選んでくださいね。いいでしょうか。ではね、これも一旦自分の力で解いてみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。中心にやっていきたいと思います。まずね、1番、明治用水は矢作川の水を、これね、岡崎平野です。これね、漢字で書けなくてもいいですよ。
岡崎平野、ね、に引きます。次、何々用水は知多半島に引くのはね、これは愛知用水ですね。これもね、ひらがなでもいいです。これはね、木曽川ですね。これもね、木曽川、ひらがなでもいいです。次、これね、豊川の水はこれ豊川用水ですね。お、これはね、渥美半島ですね。これも難しかった、ひらがなでもいいです。半島はね、漢字で書いてますよね。渥美半島に引きます。いいでしょうかね。次、4番ね。それ、次の地域で行われた土地の改良は何ですかってことですね。それぞれ記号で選んで答えなさいですね。まず、富山平野、ね、富山平野はこれね、何だったかというと、これはね、流水脚路になります、ね。次、石狩平野、石狩平野は何だったかというと、これは脚路になります、ね。次、木曽川下流域、木曽川下流域は何だったかというと、これ和重ですね、和重、ね。で、最後、越後平野は何だったかというと、暗渠半地になります、ね。こういうふうにね、1個選んだら自分でね、記号を消していくと、二重で選んだりとかしないんでね、楽になるかと思います。いいですか？どうですかね、これ。できましたかね？間違った人はね、またね、しっかりね、見直すようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。